さっきもうやらないって言ったことをまたやっちゃったんだよね。それなんで？僕見つかったからさ、探したかったんだけどさ、探すなって言われちゃうからさ、探したくなっちゃうんだよ。でもルールは守らないといけないんじゃないの？守んなきゃいけない。それでさっきみんなにルールなんで守んないのって言われたんじゃないの？ルール守んない人と一緒にやりたくないって言われたんじゃないの？言われた。それすごい嫌だったんじゃないの？嫌だった。でもしないようにしようと思ったんでしょ？やるのはダメ。わざとやるのもダメ。だから今2回連続で同じルールを守んなかったから怒ってんだよ。でどうしても2回連続ルールを守れなかったから悲しい気持ちになってんじゃないの？みんながね、みんなの年も、だから次またそうやって同じことを繰り返さないためにどうするかっていうのを考えないとダメってこと。4回目がない今言えば、じゃあ4回目ないからなって音が言えばいいの？向かって俺に向かって言えばね。聞いてなかったらもう3回目もなし。そうなっちゃったらみんなはもう遊びたくなくなっちゃうね、僕とね。だって何回も同じことで裏切られたらさ、もう信じたくない。嫌な気持ち。そうでしょ。やだし、信じたくなくなっちゃう。信じたくなくなっちゃうでしょ。もうしないから許してってこの間言ってたのにまたやってんなって思ったらさ、もうやんないから3回目チャンスあげる、くれる？じゃあもうしないのね。遊ぶじゃ外で。ちょっとルール守れんの？もし守ってくれなかったらどうなっちゃう？遊べない。みんなと遊びたくなくなっちゃうし、嫌われちゃうし、そうだよ。信じなくなっちゃう。どうしてのことはね。一生ゲームやろうって言っても信じなくなっちゃうね。マリオパーティーやろうとか言って俺がさ、そうだよ、嫌でしょ。自分だけ楽しいのはダメ。みんなと楽しい方が楽しくない？そうでしょ。分かってる。分かってるの？分かってるの？分かってる？分かってるだったらいいや。